続いてはクマと同様に生息域の拡大が懸念されているイノシシの特集です。今年も春から各地で農業被害が確認されています。県はイノシシを罠で捕獲するための講習会を開くなど対策に乗り出しています。深刻さを増す農業被害の現状とイノシシを捕獲する担い手の育成の現場を高橋勤記者が取材しました。梅雨が明ける前の7月中旬、取材を続けてきた猟友会のメンバーから連絡が入り、湯沢市の山に向かうと、罠にかかっていたのは野生のイノシシです。イノシシがかかった近くの畑を見てみると、ここですか。うん、ここは。まさかこのジャガイモまでやるとは思わねえかったな。花がくちゃ本当な、なんていうんだろう、こういうふうに育てさ収穫するっていう時にやられるとよ、本当に悔しすって憎たらすって。収穫を間近に控えたジャガイモがイノシシによって辺り一面掘り起こされ食べられていました。今年は多いと思うよ。去年の秋かなり売り物っていうか結構いたから。一昨年2022年に餌となる山の木の実が豊作だったことで、熊と同様に多くの子供を産んだとみられるイノシシ。農作物の被害額は昨年度県のまとめによりますと950万円余りでした。今年も春先から被害が相次いでいて、さらなる深刻化が懸念されています。かつて県内に生息していなかったイノシシの数を減らし、農業被害を抑えるには捕獲する担い手の確保が欠かせません。で、このくくり罠というのは、その銃以外の捕獲ツールとして大変その有効だということが、西日本の方でも実績がございます。県は今年度、猟友会などを対象にしたくくり罠の講習会を県内各地で開いています。全国でイノシシの捕獲などに広く用いられているくくり罠、イノシシが罠の板を踏み抜くと、バネがつながったワイヤーが瞬時に巻きつき足を捕らえる仕組みです。この日横手市で開かれた講習会には、これまで20頭を超えるイノシシをくくり罠で捕獲してきた湯沢市南部猟友会の高橋俊一さんが講師に招かれ、イノシシの生態や罠使用時の注意点などを伝えました。気立ち飼いの嗅覚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 。これもよ、簡単ではね、クマの場合は意外と簡単なのにな。イノシシを捕獲するために最も重要なこと、それは匂いの対策です。汗をつきな、これね、ポタッと一滴の足でかからないからなっていうから、いかに鼻がいいやつ。俺は徹底的に鼻の匂いを消すことです。まず例えばこれかける3日1週間ぐらい見るから、もう自分の意見で息づきするなら罠、罠とバネ使う、バネ全部盗むの9回もこうやって人間の何倍あるかっていうと大体15倍から45倍って言われてますよ。嗅覚対策徹底的にやらないとなかなか盗むは捕獲できないと思います。講習会では実際にイノシシの目撃情報があった場所で罠の設置方法も紹介されました。こちらの湿地のところ、一帯が掘り返されてまして、もうかなりの数来てるんじゃないかなということで、ブロックを動かしたのもイノシシだそうです。でここを人歩けるようにブロック綺麗に並べてたんですけども、ここ掘り返されちゃって、
丁寧に見れば何本かこう獣の水あるはずだから、そこ見つけてやれるかと。だからよくここをほらいだから、ここで罠かけてくれっていうのも、まずかかる確率はほとんどないと思う。ずっとこれ靴は南で全部見ていくんだ。基本的にどこから出入りするか。イノシシに直径12センチ以下のくくり罠を踏ませるために大切なことは、イノシシが移動するルート、獣道を特定することです。被害があった場所の周辺を注意深く見ると、これ泥鍋や、乾いたやつ、これ言ってるとね。ああ、なぜ泥っすか。な、が、これがいさつで体さは泥つけで入ったつくんだよ。ここ通ったっていう、通ったっていう証拠だ。うん、素手で触れただけで人間の匂いを嗅ぎ分け、仕掛けた罠を避けて通るというイノシシ。罠を持ち運ぶ段階からゴム手袋が欠かせません。わずかな痕跡からイノシシの移動ルートを特定したら、罠を設置していきます。こういうのが下げていくんだ。今すぐの間にピタッとこれ設置できるから、うん、こういうのね、まあ、カムフラージュして自分もやってよ、あ、こういうのばぶりもこうさ、あっさり受けていくなるよ、イメージでやれば彼のイノシシが目が進んで狙っていば、うん、こういうのくぐれる、うん、失敗したら、あ、こういうこともあったな、こうやってみようかとか、この情勢もでいば、だんだんレベルアップできると思いますので、年配の人はマスターして、若い人は伝授してあげるようなこうスタイルで取ってもらえばありがたいと思います。まず皆さん頑張ってください。この通り、皆さん吹いてまいりましたので。ご苦労さんでした。お疲れさんでした。半端すか、逃げら訓示するな。くくり罠への理解を深めた参加者たち。今後、それぞれの地域でイノシシの捕獲などの対応に当たっていきます。イノシシが通るところをなるべく人の匂いつかないようにするっていうところが結構難しいかなと思いました。一歩一歩技術を習得できたらなとは思いますけど、いじり骨の細さは相当渡ってきてるんでいいかなって思われます。手術する箇所、そういうところをよく観察しながらですよ。それから地元の方々ね、そういう情報も持って対応していくというなど。県のまとめによりますと、昨年度捕獲されたイノシシは238頭で、前の年度の3倍ほどに上っています。生息域を広げて数を増やしているとみられているイノシシ、農業被害を抑えるための取り組みが県内でも進められています。